ヌワン、どうも、ホソピーです。久しぶりにヌワンをやりましたけれども、やらなかったらやらなかったでね、ちょっと寂しいんですけど、やってくださいっていう声もあるしね、多分初見さんなのかな、なんかキモいって言われたりね、まあいろいろあるんだけれども、まあとりあえずやっておきましょう。で、今日の話題はですね、iPhone9 ですね。iPhone9。これね、新たにこれニュースが出ましたけれども、このね、元になってるのが実はツイッターでですね、ジョン・プロッサーという方がいまして、まあこの方がツイートしたものが元となっております。これちょっと見てください。どうぞ。はい。まあこんなようなね、ツイートをしております。で、翻訳したのが下に出ておりまして、まあかいつまんで見ていくとですね、iPhone9 は4月に出荷される準備ができていますっていうふうにね、この方ね、言っているんですね。で、経済的圧力と株主の義務のため、アップルは4月に iPhone9 をリリースすることを検討していますと。で、私はあなたを更新していきますということで、ちょっと翻訳だからね、なんか日本語が最後おかしな感じなんだけど、で、この方はトイレットペーパーの数でなんか信頼度を表してるんだけれども、5個は、はい、100% ですということでね、今日はこの話題ね、やっていきたいと思います。本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということでね、もう iPhone9 の話題いいよっていう方もね、まあかなりいると思うんですけれども、まあ私もですね、散々ね取り上げてきました。これね、もう年明けて1月の中旬ぐらいから、もう iPhone9 ね、出るよとかね、秒読みだよとかね、いろいろ言われてましたよね。で、iPhone SE2 っていう名前だったのが、もういつの間にか、iPhone9 ということにね、置き換わっていてですね、もうほぼ出るものは間違いなくと言っていいかな。iPhone 8をね、ベースとしたiPhone が出るということで、もはや SE2 ではなく、もう iPhone9 って言われることがほとんどですね。で、うちのチャンネルでこれはまあお伝えしてこなかったんですけれども、iPhone9 ばかりに注目していたんですが、まあ、リリースされるとするならばですよ、まあ、今日ここに映っているですね、これ iPhone 8 Plus なんですけれども、iPhone 8は iPhone 8と8 Plus がね、同時にね、リリースされたわけですよ。ということで、iPhone9 になったら、まあ、iPhone9 と9 Plus ね、まあこれね、当然ね、両方ともリリースされるんだろうということで、まあ今は言われております。で、これはかなり注目したいですよね。まあプラスサイズの iPhone って、まあかなり高いじゃないですか。でね、購入するのに、まあ、本当は欲しいけれどもちょっと高くて躊躇しちゃうなとか、大きさ的にね、本当にね、自分が使いこなせるのかどうかとかっていうところも結構微妙だったりするわけで、まあ、購入に対して二の足を踏んでるわけなんですけれども、まあ、今ね、プラスサイズの iPhone の選択肢って、まあ、今更ながら iPhone 8 Plus を購入するとか、まあ、iPhone XS Max を買うとかね、あとは iPhone 11 Pro Max ということで、まあ、いずれにしてもかなり高額なんですよ。で、今回、出ると言われている iPhone 9シリーズは、まあ、廉価版っていうか、すごく安いんですよね。iPhone 9に関しては、まあ、4万4000円台とかで出るのかな。まあ、そんなような噂がありますから、まあ、それと、9プラスが出てた時に、おそらく、9のベースが安いんであればですね、iPhone 9 Plus も結構ね、金額的にはリーズナブルな金額で出るんじゃないかという期待ができるわけですね。だから今回ね、私が思うに iPhone 9と、まあ、9 Plus がこう同時リリースに仮になったとした時にですね、結構な勢いでですね、 iPhone 9 Plus の方もね、売れるんじゃないかなっていうのが、ちょっと私がね、まあ、この情報を見てですね、ちょっと思ったんですよ。 9 Plus ね、売れるんじゃないかみたいなね。で、今現在 iPhone 8と8 Plus、まあ、ありますけれども、価格差がね、1万円なんですよ。ってことは iPhone 9 Plus って4万4000円が iPhone 9だとしたら、5万4000円台ぐらいから iPhone 9 Plus が購入することができそうな気がするとね、予想できるでしょ。そうすると、例えば 64GB が5万4000円ぐらいで、128でさらに5000円増しぐらいになった時に、まあ、5万9800円、だいたい6万円のプラス税、6万6000円とかね、もうこれぐらいだったらね、結構ね、9プラスが飛ぶように売れるんじゃないかなっていうのがね、なんとなく今日ね、思ったところでございます。で、まあ、リークのところをちょっと追っかけていくとね、話脱線しちゃったんだけれども、まあ、当初ね、発表会やるとかやらないとか、で、この情報が出た後にですね、イベントをね、当初予定していたけれども、まあ、感染症の影響で、そのイベント自体がもうなくしたとかね、ま、いろいろね、まあ、開催の情報を、まあ、発表してるわけではないんだけれども、まあ、勝手になんか延期になったとか、ま、いろいろなリーク記事が出ていたところです。で、一番ね、濃厚な iPhone 9シリーズの発売日というところで言われていたの
のが、発表自体が3月31日で4月3日に発売、まあ、4月3日って金曜日なんですけれども、ここで発売とかっていうね、まあ、そのあたりが一番ね最後の方に出たリーク情報だったわけなんですよ。で、まあ、今現在感染症の発端となった、ね、中国ですけれども、まあ、だいぶもう沈静化して、まあ、すでに、ね、工場での その iPhone の生産とかもピーク時の多分8割とかね、結構な割合でもう戻ってきていて、どん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 ね、まあ、量産体制に入っているというような情報も出ておりますから、どうなんでしょうね、4月の前半に出るのか、それともね当初のねリーク情報通り4月の3日ぐらいに出るのか、まあ、このあたりはね、このジョン・プロッサー氏の情報信頼度で言うと 100% ですから、4月中にね出ることをね期待してね、もう出たらすぐに購入したいなというふうに思ってるわけなんですよ。でまあね、こう3月の今もう末ですけれども、まあうちのチャンネルでもね、iPhone11 いいよみたいなところで、まあ、買い替えをね、結構ねおすすめしてきていて、ほとんどの方がもう iPhone11 に変えてしまったとか、まあギリギリまだね踏みとどまって買い替えを迷ってる方っていうのもいるかもしれないんですけれども、まあ、4月はねかなりこれ期待していいんじゃないかな、ここまでのね踏み込んだツイートが出るってことは、まあ、本当にね期待していいんじゃないかなと思うんです。でこの方ね、iPad Pro ですよね。で私もね購入してね、はい、レビュー動画上げたところですけれども、こちらの、まあ、iPad Pro ですね、これがね発売になるっていうところもツイッターでね発信をして、この方当ててるんですよ。で Apple がこんなタイミングでね発表するなんてないよみたいなね、なんか変な時間に発表されたでしょ。 iPad Pro もね夜の19時とか20時ぐらいでしたっけ、なんか変な時間だったんですよね。今まで日本時間だとね夜中に出たりするんですけれども、ちょっと変な時間に発売されて、まあ、そのタイミングまでも当てたっていうね、まあ、そういったこの人のねどんなね情報のねパイプを持ってるのか知らないですけれども、結構ね当たるんですよ。ということで、まあ、今回のこの iPhone9 ね、本当にね、デルデル詐欺みたいな感じでね、いい加減にしてくれよっていうね、思ってる方もいると思うんですが、まあ最後のね、この方のこの4月にもう出る準備ができてる Apple がね、みたいなところで、まあこれはね、私は信じていきたいなと思っております。ただ、まあ、いつになるのか、まあ、そのタイミングを今見計らっているというところでね、日本でも、Apple Store が、まあ、全店閉鎖というところでですね、オープンの目処もね、まだ立っていない状況なわけですよ。で、今、3月のもう末で、この週末はですね、東京とか埼玉とか、神奈川とかさ、いろいろなところでね、外出の自粛要請なんかもね、まあ、出ちゃっててね、本当はね、年度末のこの最後の土日って、スマホの買い替えとか乗り換えとかでね、一番最後のね、なんかこう、安売りみたいなところだったんですが、まあここはちょっとスルーをして、iPhone9 シリーズをちょっとね待ってみるっていうのもねありなのかもしれないですね。細Pチャンネル、はい、ということで本日はですね iPhone9 のリーク情報ね、まあこれがね最後のリーク情報かな、うちのチャンネルでやるのもね、もう次はですねポチりましたとか、まあこんなスペックで出るんですよみたいなね、実際のねこう Apple から出る情報っていうのはねお伝えできるようにね、ちょっと私も期待したいなと思っております。価格なんかもリーク通り、あとスペックもね A13 チップが搭載とか、まあこのあたりがそのまんまね出てくれると本当にすげー端末になりますよね。まあ2020年、まあこういうね、感染症の影響で結構暗いニュースばっかりなんですけれども、まあ、アップルはね、まあ、こういった、まあ、ガジェットをね、軸にしてですね、まあ、夢を売っていただけるとね本当にこうワクワクするなと思います。まあ私もねガジェッターの一人なので、まあ、iPad Pro とかねいち早く購入できて手元に届いてですね、まあ、いろいろ今軸ってますけれども、まあ、この後ねiPhone9 もねぜひともねユーザーの元にね届けていただきたいなっていうふうにね期待したいですよね。まあ、MacBook Air とかねすごい端末ね出てきましたしね、 iPad Pro ももね、素晴らしいし、で、まあ、5月にマジックキーボード、まあ、これも、まあ、iPad 史上初めてね、まあ、こうなんていうのシザー式キーボードでバックライト付きの、まあ、トラックパッドが使えるみたいなね iOS13.4、まあ、iPad だと iPadOS13.4 から、まあ、こういったものが使えるようになるということで、ワクワクするものがどんどんね出てきてるので、 iPhone9 ねぜひともね価格を抑えて、スペックは抑えなくていいですからね、まあ、こういった形で出てくれるっていうことを期待したいですね。で、まあ、最後にちょっとね残念だというかね、iPhone12、iPhone12、まあ、これに関してはね、なんかこう1ヶ月とか2ヶ月とか遅れることが濃厚だみたいなね、まあ、こんなニュースも最近ちょっと出てきてるので、まあ、それがね、あるだけに余計にね、iPhone9 をね、このタイミングでこう出してね、
こう皆さんで盛り上がっていけるようにねなってほしいなというふうにね、まあ、これは本当にね私のこう期待ですよね。はい、ということで皆さんは iPhone9 ね、9 Plus ね出たらね、どっちを買いますかね。まあそのあたりもね、コメント欄でね盛り上がれたらねいいなと思います。ということでね本日はこのあたりにしておきたいと思います。でうちのチャンネルではねこのような形でスマートフォンのレビューを中心としたガジェットのネタ取り上げてやってますからね、お好きな方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。